い、皆さんこんにちは。こんにちは、皆さん。英語で爽快でございます。ご視聴いただきましてありがとうございます。とってもとっても嬉しく思っておりますよ。はい、あれ、また雑談なのと思われた方、はい、前回の動画をご視聴いただいていた方はご存知かもしれないんですが、前回の雑談の動画で、音声をですね、この音声を録音し終えた直後に、入れたての大量のコーヒーをパソコンにブワーッと浴びせてしまいまして、はい。ねえ、はい。いろいろ直し方を教えてくださった方、本当に感謝しているんですけれども、本当に申し訳ないんですが、やっぱり、完全にぶっ壊れてしまいまして、はい。今、新しいパソコンがね、届くのを楽しみに待っている最中でございまして、はい。ご心配された方々、からの連絡がポツリポツリ入ってきておりました。ゆえ、今こういう状況ですということをね、まず先にお知らせしておいた方がいいかなというふうに思いまして、はい。あとはもう本当すいませんということも含めまして、前回に引き続き、それからどうなってんっていうのを雑談形式でお話をさせていただいているわけでございます。はい。まあ、ですからね、予期しない、できない、噛みすぎる。予期しない出来事っていうのはですね、もう急に来るということですよね。予期しない噛みも急に来るんですけれどもね、出来事、急にやってくるということですからね、皆さん。不測の事態を想定して、ね、パソコンご利用の方は、バックアップを常にやっておくことですかね。もうね、最低限のバックアップは私もやっていますので、コーヒーをこぼした日の1週間ぐらい前のデータなら持っているんですけれども、まあだから大ごとにならずに済んではいるんですが、そのね、キンキンのその1週間の間で YouTube 用に作成していたいくつかのものだったり、まあ何冊か一生懸命読んだ資料がものの見事にぶっ飛んでましてね、まあ何を書いたのか何にも思い出せませんでね、もうね、膨大な時間を費やしすぎているゆえ何にも出てきませんもうこれはね、しょうがないんですな。もうしょうがないですわ。一気にわーって落ち込みましたけれども、まあですが、YouTube をやるようになりまして、夜はね、実際の学会活動をしていますからあまりできないんですけれども、通勤の時間を使ったりですとか、休憩時間を使ったりね、誰かを待っている時の時間帯だったり時間だったり、それこそそのお風呂に入ってる時とか、まあそういう時間はほぼほぼ編集をしてたり、なんか動画のこと考えたりね、どうやったら分かりやすく楽しく伝えられるのかななんていうふうに思って、いつも何か考えていることに自分の時間っていうのを使っていたわけなんですけれども、それが今回コーヒーでバーンとデータが飛んで、毎日のこの、なんていうんですかね、このルーティーンがパンと切れた時に、まあ改めてやっぱり大変ですけれども、向いてんだろうなとか、こういう編集が好きなんだな私はとか、まあそういうのを考えていることがやっぱり好きなんだなと改めて思いまして、また皆さんですよね、このチャンネルを好きでいてくれて、こうやって噛みまくってる、噛み倒してる私もそれを含めて楽しんで見てくださってて、ねえ、母親に、緊張するとね、ちょっと尋常じゃないぐらい噛んじゃうんだよねっていうようなことを話をしたら、母が普通に、別に緊張せんでも噛んどるがなと確かに、安心しなさい、噛んでますよっていうね確かにそうだと思いましてね、まあなんだかんだ改めてやってよかったなというふうに思っ
いましたね、思っております。はい、ありがたいなというふうに思っております。で、まあ、ですからなんとか何人かの方から YouTube の広告たくさん見るんで、その収益でいいパソコン買ってくださいよなんていうふうにおっしゃってた方もおられるんですけれども、本当にね、ありがとうございます。ありがたいことに、YouTube、Google ですね、Google 大先生がね、私のこんな弱小チャンネルにも 広告くださってましてね、気がついていない方は、動画の始まる前に、動画中は広告を入れないでいただいてもらってますので、ごごあの動画始まりで広告が出てたりしてるんですね。まあ、弱小すぎんで出てないことも多いんですけれども、ブログの方もですね、広告くださってましてですね、本当にありがたいことなんですけれども、そのブログ、過去5年間ぐらいですか。で、この YouTube もそうなんですけれども、そこから上がってきている収益というのは、実は全部本部に戻してまして、まあ、財務という形で本部に使わずに戻してはいるんですけれども、ね、まあ、ですから実はこのチャンネルもそうですけれども、やればやるほど赤字ででしてね、書籍代だったり、まあ、いろいろもろもろの諸経費ね、税金も含めてこちらで負担しておりますので、まあ、そんな話はいいんですけれども、なんだっけ、まあ、ですから、まあ、いいパソコンっていうのはもろもろの事情で買えませんです。はい、ということで まあ、とりあえずそうやってまして、今のところはまだかろうじて自己負担できる範囲でございますので、そのようにさせてもらってます、今は。まあ、それはそれでいいんですよ。で、どうしましょうかねっていうことで、せっかくですから、今こういう状況でね、紙書き溜めてた資料がものの見事にぶっ飛んでしまっている状況ですので、まあ、この期間を利用して、ブログの過去の記事とかをこう読んでいこうかなと、思いまして、ですから今回は雑談がてら、一つ過去記事、これはですね、福祉についてっていうのを書いた記事が過去にございますので、福祉っていうのはですね、学会校とかよく言われますけれども、親がまず学会員で、その信心をしている子どものことですね。親が始めた場合は、その子供は2世ですね。学会っ子2世、福祉で2世なんですね。で、祖父母の代からだったら3世になりますね。で、今は4世もね、珍しくないですからね。で、ちなみに私は学会っ子2世でございましてね。なので、せっかくですから、くまさんの声で、くまさんに読んでもらいたいと思います。準備の方はいいかな？いいと思うって ちょっと今、微妙だったな。くまさんの声はですね、声を低く、鼻にこうかけると、こう、くまさんになりましてね。で、どうだろう。ねえ、くまさん。ねえ、くまさん。この声を高くすると、うさぎさんになりまして、この本体は、このくまさんとうさぎさんのこの真ん中あたりの、声を出してるんですけれども、なので、ぜひとも真似してみてください。今日から皆さんもクマさんとウサギさんコンビできるかと思いますので、ぜひともやってみてください。なんてね、では行きましょうか。クマさん、クマさん、クマさん、クマさん。やっていきましょう。福祉って英語で幸運な子という意味で、フォーチュンベイビーっていうらしい。確かにある意味当たっていると思う。創価学会に自分から入るって世間的には結構思い切ったことだと思うから、そういう人の場合、学会員でいることにはちゃんと理由があるんだ。福祉にはまずそれがない。理由がなくてもできるって、やっぱりそもそも幸運なんだろう。だけど、この恵まれていることの副作用で、自分から求めることをしないんだ。福祉って、このなんとなくの強さと弱さの境目に生きているんだよ。
いざという時、本能的に祈ることを忘れないから最強。友人に、がっかいんだよっていうことを極端に恐れるから弱小。相反するものを両方持っていることをアンビバレントって英語で言うんだけど、福祉はまさしくこのアンビバレントな人間なんだ。でも、いつかは自分と向き合った方がいいんだよ。なんとなく生きて、なんとなく死んでいっちゃう人生で、福祉の子がいいわけがない。自分が一番わかってるんだ。福祉が本気を出せば、スーパー福祉となれるんだってこと。この弱小な気持ちと最強な自分をブレンドして、最大のカメハメハを出すことができるんだってこと。このカメハメハを出すのに、何をためらっているんだい？強さと弱さの境目に生きる人々へ。以上です。はい、ありがとうございます。これはですね、ブログの中でもだいぶ初期に書かれたものでして、うん、まあ私自身も、そして私自体もまずだいぶ若かったので、その、なんていうんですかね、福祉であるがゆえの、なんていうんですかね、自分のこととして落とし込みきれてない。というか、誰がどうっていう人の話にこう転化してしまいがちなんですけどね、福祉はね。まあでも、これはどういうことなんだろうって、よくよく自分の信仰を見ていくっていうのは大切だと思いますね。まあ、じゃなかったらこう、なんていうのかな、自分にもともとある弱さにこう、引っ張られていっているいろんなうちの、一つなんだっていう、その自分のその姿としてはやっぱり見えてこないんだろうなぁと思いますね。まあ私の場合、この記事でも書いているように、その福祉特有の強さとそして弱さの境目でやっぱり悩んでたわけですよ、その時は。すごく辛い時にまず開くのは先生の書籍だったし、題目を上げていくことだったし、それをそうやって乗り越えた経験っていうのをたくさん持っているのに、誰かからこう、なんかのタイミングで、大学どこだったの？なんて聞かれると、一瞬ね、ぐっと、ためらう自分っていうのがいて、踏み絵を踏まされるがごとく、ああ、嫌われるかもって、一瞬でこう、パッと身構えてしまう。そういう風に身構えて、ふわっとかわしたりした時っていうのは必ず後で後悔するわけですね。毎回こうその時に浮かんでくるわけですよ、その姿が。こうなんていうのかな、自分でこう泣きながらね、書籍を開いているその姿だったり、会合でみんながこう爆笑しているそういう顔だったり、母親がこう真剣に題目を上げているその後ろ姿だったり、そういう自分そのものをこう作り上げてきたものに対して、そうだよって言えないっていう、こんなやっぱり辛いことはない。これを乗り越えるのに、どう見られるかっていうことに、私は特に時間がかかった気がしますね。でも別にそれだけじゃなくて、そういうこと一つ取ってみても、さっき言ったように、その自分の弱さに引っ張られる、自分の命っていうのが自分の一年が投影されてるわけじゃないですか、その自分の目の前にある環境っていうのは。だからその一瞬で見抜かれるわけですよ、そのなんていうのかな、その一瞬で出てくるその自分の弱さっていうのは、それが実はそれが自分の苦しみの正体なんだっていうことが、やっぱりわかるには時間がかかるわけですよね。こう戦い向かうべきところっていうのはそこの部分で、修行していくのもそこの部分なんだよと、そこの部分のことなんだよっていうことがわかれば、もっとやりやすくなるんでしょうね。そこが分かってればいいんですけど、そこが分からないと、やっぱり活動っていうのはしんどいだろうなというふうには思いますね。何のためにやってんのか分かんないってことですからね。
何のためにやってんのかもわからないし、それにそのなんていうのかな、学会員なんて普通の人の集まりですからね。親も普通の人ですし、いらんこと言いよったりするわけですよ。ね、うちのおかんなんていうのは本当に典型的な、もう典型的な学会のおばちゃんですから、もう暴走するんですよね、発言が。子供に対しても。だから、まあ昔はうっさいな、うっさいな、いつまで言っとんだと思って、ね、いちいち腹を立ててたりはしてたんですけれども、今はそうですね、さほどなんとも思わないですね。まあ元気だな、ぐらい。ねえ、それが誰かへの愚痴になってたら、やんわり、ちょっと言うぐらいで。まあ、だから、何のためにやってるかっていうところがわからないと、こんなに一生懸命やってる親がこんだけできてないんだから、じゃあ自分はやらんでいいっていうような話になるのは、まあ、ね、そこになっちゃうのは、まあ、よくわかるかなとも思いますしね。まあだからどこまで行ってもその自分との戦い、自分の話なんで、親といえども、だからお互いに頑張ろうなとは言えるけれども、そうやってその人のできていないところとか弱いところをああだこうだ言えたとしても、自分が強いっていうことではないんだっていうところが見えるとね、この新人っていうのはこうもっとスッと入ってくるんだろうなというふうにも思いますしね。まあだから人がねどうしたこうした言ってることにあんまり振り回されなくなるしね。だから親がどうだとか何を言ったとかね、誰かのせいだとかなんかのせいっていうふうに言ってられるのは子供の時だけですよ。ね、だからね、子供の時はいろいろわめとったらいいんです。福祉は。でもまあある程度大人になったら、やっぱり向き合える時にちゃんとそこを向き合っておいた方が後々楽だよっていうところかな、私から言えるとしたらね。全てに意味があるわけでしょね。だから自分の弱さがこう引き金になっている世界っていうのをどっちみちずっと見続けていくわけですからね。自分の命からは逃げられないわけですからね。年取ってからこれ向き合うのはしんどいと思うぜっていうね、これはねと私は思うから、今頑張って楽しんでやっているわけでございますよね。ね、ということですよ。まあだからここも私の良くないところでもあるんですけれども、基本無慈悲な人間ですので、ご自身の人生はどう生きるかは勝手ですので、私はそう思うのでそうやっていますけれども、まあ同じようにそう思えばそうやればいいでしょうしね、ご自身で判断してもらえればいいんじゃないかというふうに思っているわけでございますね。はい、ということで今回は、強さと弱さの境目にいる人々ということで、はい、私のような福祉についての動画でございました。はい、ご視聴ありがとうございます。またまた今週中には新しいパソコンが届く予定でございますのでね、あれなんですけれども、どうでしょうかね。もしかしたらあと 2,3 個こんな感じで雑談を交えたなんかをアップするかもしれないですけれども、はい、まあこんな感じで噛み倒しながら、前回ひどかったですね、噛み倒しまくってた、今もまあ今回もひどいんですけれども、まあまあ噛みながら話す動画で、すいませんけれども、しばらくお付き合いよろしくお願いしますでございます。はい、それでは何でしょう、それでは最後Thank youThank you for watching my channel. So see you next time ですね。ありがとうございました。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。